ぼっちもじょへようこそ。今回は現時点での2023年ビデオゲームのトップ10を発表していきます。この特集では今年発売されたビデオゲームの中からストーリー、ゲームプレイ、独特性、そしてゲームを起動して遊んだ時の楽しさによって私たちが大好きな作品をご紹介します。あなたのお気に入りもあるでしょうか。2023年後半に発売されるゲームの中で年間ベストになれるものはあると思いますか？コメント欄でお聞かせください。第10位、ドレッジ。安心して海に戻れると思った瞬間です。見た感じではこのゲームはよくできた原人好みの釣りゲームで、プレイヤーが獲物を釣ることで船を強化し収入を得るという満足度の非常に高いサイクルを進行しています。でも一つだけ問題が、海にはあらゆる異形のモンスターが生息していて、油断していると引きずり込まれてしまいます。ホラーというより独特な雰囲気があるゲームです。それでも緊張感はあって、そしてクルトゥルフに何回遭遇したら転職を考えるのかという疑問を抱かせるでしょう。第9位、ディアブロ4。 Oh, I see. Yes, clever magpie. Trying to lead me away so you can take all this for yourself. 不要なマイクロトランザクションやクリア後の問題など、アクティビジョンブリザードのざれ事はなかったことにしてほしいと思いませんか？はい、しかしこれがディアボロ2以来の最高のコンテンツでないなら聖なるママリリスですよ。豊富なクラス、膨大な数の攻撃スキル、広大なオープンワールド、そしてとても緻密なストーリー、それら全部をひっくるめてディアブロ・イモータルという悪魔の裏に完璧な謝罪の贈り物です。このゲームのスタートは素晴らしくて、そして今後もますます良くなっていきます。第8位、スター・ウォーズ・ジェダイ・サバイバー。殺さず捕らえろ、かかってこい。発売時のグラフィック面での低い忠実性は非常に残念でしたが、この続編はフォールンオーダーで好きなものを全て受け続き、あらゆる面で大幅にパワーアップしていると言えるでしょう。多数のライトセーバーの構え方は新たな戦闘を実現し、コボウは現代のゲームの中でも広大な拠点となっており、最も重要なのはヒゲのあるカルケスティスが見られることです。正直で言うと希望に満ちていたパダワンが窮地に追い込まれ、ダークサイドに落ちてしまいそう様子を見てとても緊張でした。そのフィナーレの後、スター・ウォーズファンみんなは同じ質問を聞いています。ドア技術者のリックはいつ自分のゲームを出しますか？第7位、ホグワーツレガシー。Vote number Vote 12 Momentous day ホグワーツレガシーほどハリー・ポッターの魔法と奇跡を表現したゲームはありません。確かにハードルは決して高くなかったかもしれませんが、完成品がこんなに魅力的であるのは誰も思っていませんでした。Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that?魔法使いと魔女が通う学校の新入生として、プレイヤーは原作に登場する有名な場所を探検しながら呪文の魔法を使って戦い、驚くほど幅広い仲間たちと交流できます。何より一番重要なのは3つの禁断の呪文を全員に解き放つというスリルの味わうことができます。これほど素晴らしい基盤ができたので、この IP の今後の成長はきっと非常に驚異的でしょう。第6位、ハイファイラッシュ。Feeling like this is awkward. Can you speed this up? 突如として現れた作品ですが、この作品が発売された瞬間からこのゲームを遊んだほぼ全てのプレイヤーを魅了し感動させました。Oh no. 戦闘はリズムゲームの学びの簡単さと敵の難しさ、そしてハック&スラッシュ要素と強烈な音楽、実に独創的なボス戦、そして思わず夢中になってしまうビジュアルなパレットを組み合わせました。ロックンロールの失敗から反骨心を輝かすチャイの理不尽な冒険は、みんなが知らずに求めていた下克上の物語でした。ところで曲がいいことは言いましたっけ？第5位、ファイナルファンタジー16。クラウドのことはさておき、ヨシピーがやってくれました。約束通りにファイナルファンタジーは心を込めてお届けします。中性的な雰囲気と DMC 仕込みの剣技が適度に散りばめられており、この最新作は豊かな世界観と夢のような戦闘が繰り広げられ、これまでのシリーズの中でも遊びやすい作品になっています。 Father, take Joshua and get to safety. No, I'm not going without you. You're supposed to be my shield, remember? クライブの巧みな剣さばきで敵を翻弄しながら怪獣サイズのエイコンたちとの壮大な戦闘に発展していくこのゲームの展開は、そう簡単に退屈になることはありませんよ。第4位、ストリートファイター6。主軸作品の5作目の評判がいまいちだったので、カプコンは格闘ゲームの王者の座に返り咲くためにこの作品で最高の結果を叩き出す必要がありました。言うまでもなく大成功の昇竜拳を収めています。これは全体的に並外れた作品です。格闘ゲームファンじゃない人でも楽しめる素晴らしい作品となっています。オーバードライブシステム、戦いの流れを変えられる見事な大改革ですね。名簿はこじんまりとしながらも濃密で、新キャラクターたちもネットで話題になっています。オープンワールド要素もまた素晴らしく、キャミーに蹴飛ばされるような世界に憧れる人にぴったりです。第3位、デッドスペース。今年はリメイクとリマスター作品が豊作の年ですが、その火付け役となったのが SF ホラー史上最高傑作の一つであるこのリメイク作品です。アイザック・クラークがネクロモーフに侵食されたイスラム号で見る陰惨な光景を忠実に再現しながらも、以前のゲームプレイ要素も改善されています。アイザックに新たな声優が起用されたことで個性が際立ち、無重力状態での移動も滑らかになり、最悪だったタレット戦も恐ろしいボス戦に一新され、さらにサイドミッションや別エンディングまであり、熱心なやり込み派にぴったりです。こんなにも歩く死人の世界に戻りたくなることもあるんですね。第2位、レジデントイービル4。やってくれました。あのとんでもないカプコンが実にやってのけました。史上最も革命的なゲームの一つを、オリジナルの大事な部分を台無しにすることなく現代のゲーム環境に再現してくれたのです。大統領の娘を救出すべくレオンが無数の感染者たちを打ち抜いていく姿は、最高の映像とプレイ感となっています。銃撃戦と新たに実装されたバリーの操作感も素晴らしいです。敵のバリエーションとデザインが常に緊張感を持たせてくれます。回し蹴りに商人の訛りにレオンの髪型、無限のロケットランチャー、信じられないぐらい愛すべき作品となっています。本シリーズが今後どうなっていくかは謎ですが、この作品は新たな金字塔と言えるでしょう。次を紹介する前に、ぜひともチャンネル登録と通知設定をして最新動画を見逃さないようにしてください。条件付きもしくは全動画を通知するようにできる設定があります。スマートフォンの場合はアカウントの設定から通知をオンにしてください。第1位、ゼルダの伝説「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」。そしてここで任天堂が続編のあり方を世界に示し、みんなをあっと言わせてくれました。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの期待と興奮はこれ以上ないくらいに巨大でしたが、どうにかやり遂げてくれました。ハイラルは以前と同じように広大で、たくさんの敵やダンジョン、新たな障害がリンクを待ち受けています。しかも今回は空島や地底も探検できちゃうのです。時の神殿、やることがたくさんありますよ。紹介しきれないほど自由度が高く、巨大な武器や乗り物、あれみたいなものに儀式的なコログの虐殺など、最高のゲームですね。面白いゲームをもっと見つけたい方はこちらの動画もチェックしてくださいね。チャンネル登録して最新動画を見逃さないよう通知設定をお忘れなく。